はい、ナオジーです。今日ね、やっと今これが届きました。佐川急便さんからね、連絡が来ていたので、カメラとかね、照明をセッティングしてすぐ撮影できるようにね、準備をして待ってました。でね、届いたんで早速やっていきたいと思います。今日もですね、撮影自体はこの1カメ α7C でいきたいと思います。今までね、こっち側からこう撮ってたので、今までとちょっと違うアングルでね、今日は撮影していきたいなと思ってます。なので、ちょっとね、どんな感じに映ってるか心配なんですけども、ライトもね、最近の動画を見ていただければわかるんですけど、後ろにちょっとライトを追加したんでね、このライトをね、今つけてます。ちょっと消してみますと、これが多分今までの撮影のね、明るさだったと思うんです。部屋全体のね。で、ちょっとでかい明るい照明を1個追加したので、これをね、つけて、そうするとね、今までよりは多分明るいかなと思うんですけど、まあ一応ね、こんな感じで今日はやっていきたいと思います。はい。なのでね、ちょっとまだテストなんで今日もね、1カメで行かせていただきます。ちょっと暗かったり見づらかったりしたら申し訳ありません。じゃあ早速ね、これを開けていきましょう。まあもうね、皆さん何かね、大体お分かりだと思うんですが、ちなみにね、いつもの箱よりね、でかいです。はい。じゃあ開けていきましょう。僕の奇跡の始まり、3連勝のね、2勝目ですね。2勝目で購入したものです。はい。おー。あ、この箱なんだ。本日紹介するスニーカーのボックスはね、こんな感じでございます。ちょっと見づらいかもしんないですけど、薄くね、ナイキと入ってます。で、これサイドがちょっと面白くてね、こんな感じで、ナイキのね、ここと、こっちの反対側にはこのね、だからこのナイキのマークを半分に割って、でね、こっちと、こっちとこっちでね、ナイキと読めるような仕様になってますね。はい。非常に面白い箱ですね。いやー、いいですね。箱も綺麗だ。で、サイズ表記のところがね、こちらでございます。はい。じゃあ早速ね、開けていきましょう。いやー、これはね、楽しみだったんで、どんな感じかがね、すごい楽しみなんですよ。僕、動画の時も言いましたけど、おー、ちょっと箱をね、開けてしまって、で、まずね、包み紙がこんな感じですね。はい。どんな感じになってるのかな？ナイキ境。多分このヒールのデザインと一緒ですね。はい。じゃあ、スニーカーの方はですね、こうやっていきますか。いきますよ。せーの、ドン。はい、ドーン。はい、こんな感じでございます。おー、いいね。いや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 、すごい、いい匂いしております。かっこいいね。はい。今日紹介するスニーカーは、こちらでございます。はい。じゃあね、ちょっと出しちゃいます。上のね、包み紙は、こんな感じですね。ナイキ、サカイ。このね、ヒールのデザインと一緒ですね。じゃあね、早速、スニーカーの方を見ていきたいと思うんですが、まずね、全体を、じゃあちょっと見ていただいて、いや、やっぱりね、ヒールがこう、独特なね、この作りになってるんで、ヒールがすごい分厚いですね。まあ、ベイパーフライをね、モチーフにしているということだけあって、そのせいもあってね、ヒールが厚いということで、こちらの商品名は、サカイナイキのベイパーワッフル。で、色はブラックホワイトと言ったらいいんですかね。が購入できました。で、サカイというのはね、何ぞやということなんですけども、僕も実際サカイというのはね、ちょっと洋服の方は買ったことがないので、そんなにね、詳しくないにわかになってしまうんですが、まあ、サカイというのはね、安倍千歳さんという方がね、やっています、まあ、サカイというブランドで、もともとその安倍さんっていう方は、コムデギャルソンとかね、そういったところで働かれていて、で、1999年にサカイというね、ブランドを設立されたということですね。で、まあ、数々ね、いろんな洋服とかを出されてきて、2015年にね、ナイキとサカイの初めてのコレクションが発表されて、で、今年ね、まあ今までね、いろいろとサカイとのコラボレーションモデルが発表されてきて、今年2020年に、このベイパーワッフルがまた新たに発表されたといったところですね。このベイパーワッフルというのは、今ナイキで発売されているベイパーフライと、1983年に発売されたペガサスですね。を、まあ、融合させて、古いね、旧モデルと今の最新モデルを融合させてデザインをされたといったモデルになります。僕ね、ちょっと両方とも持っていないので、それとの比較はできないんですけども、まあ、いろいろなね、画像で比較すると、まあ、もうここはね、見てわかる通り、もうこのね、ヒールの部分のこの上がり具合、これを見ていただくと、ここですね。このヒールのここの上がりを見ていただくと、ここはね、もう今最新の、よくね、マラソンのランナーの人とかが履いているベイパーフライをね、モチーフにされていて、で、この下のね、ミッドソール、上のミッドソールはベイパーフライで、この下のミッドソールが、これがね、ペガサスだと思います。で、アウトソールはね、これ真っ黒で、これもね、ベイパーフライのアウトソールとね、同じような
同じデザインになってるんで、こちらもね、ペガサスのデザインのものだと思います。ここですね。アッパーの部分は、アッパーのデザインの元となっているのは、まあこのヒールのね、この境のマーク、ナイキとか境のね、このマークが入ってるあたりとか、まあこういったのも含めて、ペガサスをね、踏襲しているといった感じになるんでしょうかね。境といったらね、もう特徴的なのは、このね、シュータンが二重になっているデザインですよね、ここのね。すごい独特なデザインですよね。はい。で、こちらがですね、ナイキ境っていうのがこの上にあって、下がね、ナイキスポーツウェアといったデザインですね。はい。で、これは実際に結構靴のシューレースの半分よりちょっと上ぐらいまでね、実際にシューターンがね、2枚構造になってます。すごい独特ですよね。あとね、こちら。このね、内側も外側もそうなんですけど、ここの部分ですね。今白奥ちょっと映ってると思うんですが、ここがね、メッシュになってて、かなり大きめな穴のメッシュで、今ね、この中に、この白いね、ナイキのスニーカーにはよく入っている、この再生紙がね、これがね、入ってるんで、ちょっとわかりづらい、見づらかったかもしれないですけど、これでちょっとわかっていただけると思うんですけど、ここね、今透けて後ろこっち側が見えてると思うんですけど、かなりね、後ろから見てもね、僕のカメラのモニターがね、自分で確認できるぐらい結構大きなメッシュでね、開いてますね。すごいなこれ。これね、つま先のこの部分とか、このね、サイドのこの全体、この部分ですね、もうこれはね、かなり大きなメッシュで靴の中が見えますね。なのでこれはね、雨の日に履いたら防水スプレーとかそんなの関係なしに一発でびちょびちょになるスニーカーですね。なので通気性的にはね、抜群だと思います。インソールはナイキ境とね。あ、これいいですね。このインソールはちょっと外しましょうか。これ外せるかな。あ、これちょっとくっついちゃってるんで、あんまり外さない方がいいな。あのナイキ境とね、ちょっとわかりづらいかもしれないですけど、ナイキ境とね、あの先ほどお見せしたボックスの中に入っていた一番上の紙と同じね、あとこのヒールと同じデザイン、このナイキ境というのがね、このインソールにも入ってます。はい。ちょっと分かりづらくてすいません。で、境と言ったらね、シューレースが2本通ってます。すごいですね、これね。シューレース2本同士。ただ、ぐちゃぐちゃに通ってるんで、僕的にはちょっと気に入らないなって感じはしますけど、うん。まあ、ちょっとこれ直してね、履きたいなと思います。この商品はね、商品名にもある通り、ナイキのね、ベイパーワッフルなんで、エアーは入ってないですね。ただ、まあ、このね、ヒールのね、デザイン的にも、まあ、ヒールかなり分厚いので、どうなんですかね、履き心地的にはすごい気になるところですね。まあ、これちょっと終わったらね、実際これを履いてね、ちょっと外に出てみたいと思うので、このミッドソールのね、この部分はベイパーフライをね、使っていて、アッパーの部分は83年のペガサスをモチーフに、こういう通気性を良くしたりしているのは、その多分ベイパーフライから来ている軽量化だったり、そういったのが反映されているんじゃないかなと思いますね。あと、ここのこの丸いやつ、これちょっとプリントになってるんですけど、こういう今のね、新しいスニーカーによくある生地の重ねじゃなくて、こういうちょっとプリントっぽいやつですね。こういうのも今のベイパーフライとか、そういったところから来てるんだと思います。スウッシュも、この普通に入ってるこの白のスウッシュは、ペガサスのモチーフにされていて、下にあるこのプリントですね。すごい雑にこうプリントでピュッて書いたようなやつですね。よく見てもらうと、本当にね、雑というか、薄めに入ってるというかね。まあこれがこれでね、デザインとして僕はかっこいいと思いますけども、まあこの辺のこのスウッシュの入り方なんかは多分ペーパーフライから来てるんじゃないかなと、個人的には思います。ヒールですね。先ほどからちょっとお見せしてますけども、ヒールには今回のね、コラボをしている境とね、ナイキが入っていて、で、ここにね、ちっちゃくナイキのスウッシュがあります。で、このヒールですよ。これすごくないですか？このヒールのデザインはもうすごいですよね。このバカッと開いた感じね。このミッドソールがアウトソールより長いというね。ここね。これ。すごいですよね。アウトソールよりミッドソールのが出っ張っているという、この何とも言えないデザインすごいですよね。で、このね、ミッドソールの、ペガサスのね、この部分。ちょっと色が伝わるかどうかわかりませんけど、若干ね、あのナチュラルっぽい色、クリームがかった色で、まああのペガサスのね、83年モデルをモチーフにしているのか、まあそれがね、ちょっと劣化したというか古びたね、ペガサスのをイメージしているのか、ちょっとわかりませんけども、このね、ちょっとナチュラルっぽい色になってます。普通の真っ白ではないですね。この上の、この反り上がった部分のミッドソールと比較してみてもらえば、色の違いがね、お分かりいただけるんじゃないかと思います。僕が今まで持ってるスニーカーよりね、28.5 で買ったんですけど、見た目がでかいですね。ミッドソール、このヒールから出っ張ってる部分があるのが、まあ余計大きく見える要因とか、あとはこのミッドソールがね、こうやって見てもらうと、こことかこのね、サイドの部分がかなりこう横に出てるので、まあそれでね、大きく
見えるのかなっていうのもありますし、ただね、だけど上のアッパーがね、かなりメッシュで軽量化されているので、すごく軽いですね。はい。内側がこんな感じですね。内側は外側と違ってね、プリントされたこの数種がなく、ペガサスモチーフと思われるこの数種だけですね。で、上から見るとこんなイメージ。本当にまあもうね、独特なデザインですよね。このシュータンもね。シュータンも、しかもこのね、見ていただくとお分かりなんですけど、上と下のね、シュータンのそれぞれのね、生地も違うものを使っていて、上のね、このナイキスポーツウェアという書いてある方のシュータンの方がね、今っぽい生地で軽いやつですね。で、下のこの堺のシュータンは、よくジョーダン1とかに使われているね、ナイロンの、あの普通のちょっとテカテカしたような生地ですね。まあこれ画像で見ていただくとお分かりだと思うんですが、分かりますかね？このね、こっちと、こっちの違いですね。いやー、これはすごい。いや、かっこいいですね。これだとね、かなり、こういうね、まあ、ランニング系のシューズにしては、このね、後ろとか横とかね、かなりボリュームがあるんで、すごいね、洋服とかにも合うんじゃないかなと思いますね。ちょっとこれを今から履いて、外に出かけてみましょう。はい、今ね、履いてみました。一応ね、履いてみると、こんな感じですね。やっぱボリュームがありますね。で、すいません。シューレースはね、まだ箱から出したままでちょっと履いてみたんで、ちょっとぐしゃぐしゃになってますけど、その辺はご了承ください。ちょっと時間なくてすいません。はい。こんな感じです。いやー、履き心地すごくいいっすわ。軽いし。今ですね、ちょっと履いて、散歩がてらちょっと歩いてみたんですけども、履き心地は最高です。はい。すごいね、エアー入ってないですけど、やっぱソールが厚いせいかふわふわしてますね。あとね、やっぱり、ベイパーフライの影響なのか、なんて言うんだろう、前に出るっていうかね、反発力っていうか、前に出る力がすごいというかね、なんか、よく話がありましたよね、あれ。なのですごくね、なんだろう。足がぐいっとこう前に出るっていうかね。はい。そんな感じがします。はい。一応ね、こんな感じですね。こんな感じでございます。はい。履き心地は最高です。で、この、今靴下が動いてるのがわかると思うんですが、すごいですよ。この穴の大きさがすごい、通気性がね、穴がすごい大きく開いてるんで、通気性がすごくいいと思います。はい。この分かりますかね、今足動かしてるんで、この白いここのこの白い部分は靴下です。はい、こんな感じでね、前面ヒール以外ね、ものすごい通気性がいい感じになってます。はい、ということでね、本日はナイキと堺のね、コラボレーションモデルのベイパーワッフルの方を紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。最後にね、ちょっと補足というか、サイズ感とかね、そういうのだけ補足して終わりたいと思うんですが、サイズの方はですね、いつも僕は 28.5 を履いていて、今回このベイパーワッフルも 28.5 を買いました。で、履いた感じですね、通常履いてるサイズとね、そんなに変わりないのかなという僕の感じはしますので、もしね、購入を検討されている方、普段と同じサイズでね、よろしいんじゃないかと思います。先ほどもね、ちょっと履いた時お伝えしましたけども、履き心地は最高です。まずエアーが入ってないけど、ミッドソールがね、かなり分厚くなってるので、そのおかげもあってね、履き心地はすごくいいです。あとはね、ベイパーフライのあのミッドソールのおかげなのかもしれませんけども、反発力がすごいですね。なので、歩いた後次の一歩を踏み出すのがすごい、なんて言うんだろう、いつもより簡単にふわっと出るっていうかね。はい、そんな感じがしました。全体的にね、履いた感じ、まあアッパーがね、かなりメッシュ素材を使われてるんで、全体的にね、ボリュームがあるスニーカーではありますけども、重くなくてすごく軽いシューズとなっておりますね。そんなとこがまとめですかね。見た目もすごいかっこいいデザインで、履いた感じもすごくいいですし、あとやっぱりボリュームがね、先ほども言いましたけども、ボリュームがあるシューズなんで、すごく合わせやすいかなと個人的には思います。もし購入をね、検討されている方のね、少しでも参考になればと思います。ということでね、本日の動画は以上になりますけども、動画を見ていただいて良かったなと思ったらグッドボタン、あとはね、コメントだったりチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ということでね、本日の動画は以上で終わります。ありがとうございました。